ホテル代払えないみたいな感じで、でなんかその警察来ちゃってるらしいんで。警察来ちゃった、大丈夫、なんか言われた、そういうわけじゃない、あ、ほんとよかったね、あのフロントの生活を見てたんですけど、フロントの方が閉じ込めてたから、寝れに来たらね、うん、フロントの人と、フロントの人はどんな感じだった、どんな感じだった、あ、なんかさ、フロントの人とこうなんか話し合ったりした、なんかフロントのおばさん、あ、そういうことね、すまん、お腹空いてたもんね、なくはないぞ、ああ、言ってたの、監禁された、監禁したわね、体調とか大丈夫、あ、よかったよ、危ないからね、結構危ないようにしない、よかった、あそこのホテルは前1階目、2階目、初めてです、大丈夫、あ、よかったよかった、いいですか、ね、おいおい、捕まっちゃったかと思った、リハンって同じだったら、ホテルの方に行ってみる、そこから警察とか呼んでくるとか感じで、で、警察の方から来たらもう不法侵入になるからって言われて、あ、そうですか、うん、暑い、え、とりあえず入れないとみたいな、お腹に一食ね、今日、じゃあお腹空いてた、確かにね、大丈夫、元気、最初大丈夫、確かに疲れちゃった、あ、結構歩いた、そんなにない、まだ喋ってなくて、パーとかアウトとか言ってないのに、うん、もう誰かも私みたいな声出したけど、うん、あんま喋れないんですけど、うん、そっかそっか、
他の人の声も間違いなく聞こえたらいいし、今日暑かったもんね。2回目なんて聞こえるの？何どう聞こえるの？まあ、スマホで手話なんて絶対ないから、どうするよ。うん。そんなのわかんない。勉強はしてない。うん。一回覚えろ。絶対飲めない。なんて聞こえるの？食べ声とか歌ったら。いや、まだわかんない。あんま喋れないからさ。こっちあの女だからさ。悪い女だから声がさ、エッチの時にすごい出るってことは普段から出るってわけで、あんま喋れないって証明されてるから、喋ってないの他の人も間違える人がおかしいって逆に言われてさ、病院遅れにされるだけだから、私は調べてます。うん。またホテル泊まるの今日。牛丼よく来る。これでも YouTube で牛丼すき家行ってるやつ見たことある。あれ知ってる？何言うの？めっちゃ嬉しい。なんか V 系、ビジュアル系が好きかなって思ってた。黒髪もいける？あ、ほんと？よかった。霊薬はわかる。霊薬わかんない。レイトはわかる。これレイト。どうかんないのか、病気がないですね。どうだろう、次の日がないですね。あんまりもう家族者は危ないから、どうだろう、家族者は危ないから、何もあったやつ法律守ってる。気をつけて。なんか自分が困らないだからさ、いろいろ知れただけで、全然いろいろあったのかことで、思ったよね、知っただけで。強かったからやっぱ、まあでももう、もうこれでラストっすね、本当に。そうそう、飲んでないから、体調悪いか、なんかその、まあ喋りづらいっていうか、なんて言うんだろう、回ってなかったのかもしれないですね、もしかしたら。確かに、ホテルの、確かにな。なんかこうもっと周りの人のこと考えてとか迷惑かけないようにって言おうと思ってたんですけど、ちょっとあの状態だったんで、あのちょっと言いづらかったです。まあでもちょっともう極力関わらないようには。はい、多分忘れてない、忘れてましたね。あとレイヤ君のことも多分忘れてました。はい、びっくりしたっすね。やっぱ結構薬って大事なんだなって思いました。ちゃんとやっぱ処方されたものは飲まないといけないんだな。はい、あ、そうです、ありがとうございます。